北九州市旧文字三井クラブは、福岡県北九州市文字区港町にある歴史的建造物、国の重要文化財に指定されている。山井の文字区谷町より文字港レトロ地区に移築された。1921年に三井物産文字支店の社交クラブとして建築。接客用の洋風の本館と、それと接続する和風の付属や倉庫からなる。 1949年から国鉄の所有となり、門鉄会館として利用された。1987年国鉄生産事業団に移管、その後北九州市に無償譲渡。1990年3月19日重要文化財指定。同年7月解体工事開始。1994年12月完成。 2007年11月30日には近代化産業遺産に認定された。本館は木造2階建てでアインシュタインが1922年に宿泊した2階の部屋が当時の状態でアインシュタインメモリアルルームとして展示されている。また、もじく子森へが出生地とされる林文子にちなみ林文子資料室がある。1階にはレストラン、 三井クラブがある。ありがとうございます。